うん、あの作った、その退職してから自分がそれを継いでるんですけど。あ、そうなんですね。その屋上へ自分でコツ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 作って、へえ、で出来上がって、え、じゃあ保育園の子供たちも見えるじゃん。 もちろん見せる。ああ、いいですね。だから天体観測なんて、それこそ日食って言えばもう全部、うん、全部の生徒の声のあかまりして用意して見せるとか、そういう子供たちにもやっぱ教えたい、あの見せたいっていうこと。へえ、いいお父さんですね。なんだか会ってみたいわ。だからそれをおきつまで通ってるんですけどね。あ、おきつ結構遠いですね。そっちだとね、やっぱちょっと違うらしいですよ、光が。下がこう暗いと見やすいですよね。周りが開けてる。そう、私昔バリ島行った時にね、たまたまニュピの日っていうお正月の日で、向こうはそのお正月のその日は電気つけちゃいけないの、バリ島全土で。で、空港も閉鎖なんですよ。で、ホテルの宿泊客もろうそく1本しかもらえなくって、で外に出る元日向こうの元日、旧正月、2月だかさ、2月ですね。そうで、その日はとにかく部屋から、ホテルから出ないでください、ホテルから出たら警察に捕まりますっていうの。もう島全体がヒンズー教徒なんですよね。インドネシアは基本的にイスラムなんですけど、バリ島だけがヒンズー教徒で、だからその日前日と違って、だから空から見たらバリ島だけが真っ暗っていうことですよ。空港も閉鎖なので、その日の空のなんか星の量が、あれ、こんなに数があったのって、こう下が暗いと。だからそれこそ長野なんかキャンプなんか行って、ま、周りが真っ暗だと、うん、ほんと星が降るように綺麗ですよ ね住んでてね。そう、ここら辺とも全然違いますね。そうだ、同じ空見てても、そうそう、見えるところと見えないところがあるのか。そうか、はあ、今日星見よう私。好きですか。でも自分で失神です。なんか空を見上げてない時は忙しいっていうか、こう自分がこうなんていうか余裕がない時、あ、空見てないやって思いますね。偉いね。偉くない、偉くない。あ、余裕がないと思う。今日ちょっと全然家にこもってたので、ここ数日今日ちょっと外に出てきますって言って今歩いてきたの。あ、ご近所。あの三角台の方です。駅の方です。へえ、素敵です。ありがとうございます。お話できてよかった。失礼します。